どうもー。全国のですね、1億6000万人のゲームファンの皆様、ですね、私の名前、横山でおります。すみません、ちょっとギフトね、これ本当に切りたいんですけど、くるくるこれ回ってるんですよ。これ証拠ね、毎回くるくる回ってて、時間かかるんで、ちょっと待っててくださいね、これ。ごめんね、ちょっと。バグでくる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 回ってね、即刻最初からギフトが切れない設定なのは、よし、これで切れます。すみません。よし。すみません。うちの放送ね、三流配信者と一緒でですね、暗黒ルール、乞食が禁止なんでごめんなさい。ね、乞食禁止なんでごめんなさい。ちなみに今日の放送ね、全部クリ賞もらえないんです。ね、あなた、ね、3000円がですね、クリ賞今日もらえないんですよ。なんでかっていうと、今日ね、BGM のランキングやるから、肖像権、ね、著作権侵害で、クリ賞全部剥奪なんです、運営さんに。すいません。だから、今日投げないでよかったのに。ね、すいません。乞食できないんです、今日のお金すべて。ね、肖像権のしん、あの、著作権のうんぬんかんぬんで、ちょっともらえないんで、ね、それでもね、私、今回本当日本の作曲家のうちの、三大、僕のね、もうプロだったらね、小林亜星と、ね、パッとサイデリアでおなじみの小林亜星と、杉山浩一ね、オリンピックの時のね、オープニングでドラクエやったんで、あと、あいつ、おにゃんこクラブでおなじみのね、あいつ、おにゃんこクラブとか、モームスの歌をね、作ってる作曲家、秋元康。ね、その三大巨匠のうちの二人がもうね、亡くなって。ね、本当に残念ですよ。コミュゲンネズミ？いいから。もうコミュゲンネズミだね。結局コミ、ね、囲われたい女っていうのは結局ね、潰れる一方だから、いいんじゃない？好きにさせとけ。ね、好きにさせとけ。コミ、ね、コミュゲンやると必ずね、かそるんで。まあ、ほっときましょう。うちの音関係ないんで。というわけでですね、つんく？ああ、いや、知らない。まあ、とりあえず、私ね、どっちにしろ、人の、コミから追放されて二度と見れないんで、まあ、ご自由にしてくださいよ。ご自由にしてください。はい。つうわけでですね、まあ、ちょっと秘宝なんですけど、まあ、90歳ですね。90歳におきまして、杉本靖がですね、杉本、ね、先生がですね、お亡くなり。最近俺、記憶力ダメかもしれん、本当に。いや、本当ね、ちょっとね、これマジで聞いてほしいんだけど、ふと記憶がね、飛ぶの。今日も、中野区議会議員の、ね、竹本さんのことを俺、中野さんって言いそうになっちゃったし、目黒区のね、川端さんのことの名前もすっと思い出せんかったし、いや、本当人の名前がね、最近ど忘れしちゃうんだよな。顔はわかるんだけど、名前がふと出てこなかったりするしてさ、悩みです。本当に悩みなんですよ。ちょっとなんとかそれ治す薬があったら教えてください、リスナーさん。認知症の軽度かもしれません。アルツかもしれませんよ。アルツ、ある、本当にその初期が出てる。自分でわかりますよ。というわけでですね、まあ今日パラパラパラっとね、まあ僕の、ね、ドラクエね、とかいろいろありますよ。今回ね、ゲームの同じの作曲家のですね、杉山浩一さんのですね、先生の、もうあえて杉山先生と呼ばれておりますよ。杉山先生の作った名曲ランキングベスト15やります。ね、杉山先生を偲んで、私が選んだ、今日ずっと選んでました。今日ずっとね、パソコンに向き合って杉山さんの曲を聴きながら、ザ・タイガースがいいかなだとか、ね、いや、平賀のりこのこの歌がいいかとか、いやいや、吉田コナミがね、マジックナイト・レイアースで歌ったね、挿入歌がいいか、いやいや、OVA のね、結城まさみ先生のパトレイバーのあの歌が、曲がいいだとか、いやいや、帰ってきたウルトラマンのあの歌もあったでしょとか、いや、ガッチャマン2のあの歌もあったよねとか言って、自分の頭の中でね、格闘しながら、杉山浩一先生のね、名曲をね、ずっと探してましたよ。ね、お前が歌うから歌えないんで。ね。じゃあ、そういうわけでね。まずですね、杉山浩一のね、歌。
ベスト。パトレイバー知ってますよ。ね、OVA とかで。俺、結構アニメ全部、言わんかったけど、アニメに詳しいから。ものすごい。な。うん。じゃあ、行きたいと思います。第15位。ブブ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 ブン。この、ちょっと待って、消防車が通り過ぎてから流すね。雑音、雑音というか音が入っちゃう。緊急の音だから。すいません。はい。はいはい、じゃあ行きます。じゃあ、第15位は、この歌がね、選ばれた。ブーン。クエスト序曲が選ばれました。もう最初にね、この歌何がいいかってオリンピックで流れたんですよ。その瞬間ね、バーッと僕もね、目に大粒の涙、あ、やっぱりこれかと思ってね、泣いたでしょ。みんなもいきなりね、オリンピックのせいね、でドラクエのこのね、序曲が流れた瞬間にね、感動してね、泣きましたよ。はい、というわけで第15位はですね、ドラゴンクエストのね、やっぱりこれなんね、杉山浩一ってみんながまずは知ってるね、ファーストソング、こちらが選ばれましたね。ドラゴンクエスト序曲、これが選ばれました。次、第14位、これは、あ、これですよ。第14位はですね、こちらの歌が選ばれました。聴いてください、どうぞ。というわけで、ドラゴンクエスト3の戦闘のテーマが選ばれました。これいいよね、ずっと聴いてられるもん。もうこのドラクエやってる人ならわかるけどね。しかもファミコンソングから選んだからね、今回。私ですね、よくさ、手抜きしてプレステ4とかの音源とかさ、オーストケラバージョンとか選んでるやついるじゃん。ふざけんなって怒るもんね、俺ら。ファミコンだから、このね、ピーポーピーピピピピルル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 とかさ、その細かいね、ファミコンならではの和音とね、波音のハーモニーが噛み合って、初めてドラクエのね、ファミコンの BGM が完成されたんだから。オーストケラバージョンは俺は聞かない。だから。うん。ね。というわけでですね、このドラゴンクエスト3の戦闘のテーマが選ばれました。かっこいいよね、これ。ほんと興奮するよ、これ聞いてるだけ。俺ずっとこれ垂れ流しながら寝てたりするもん。はい、というわけでですね、第14位はですね、ドラクエ3の戦闘ソングでした。次、第13位、あ、これが来るか。第13位、こちらですよ、吉沢さん。では、聞いてください。第、ね、杉山浩一のですね、ベストソング、第13位は、これが選ばれました。どうぞ。というわけでですね、今回は13位、ドラゴンクエスト5、ね、天空の花嫁、街は生きているからですね、街の音楽が選ばれました。なんでこれはいいかというと、ルドマンに、ね、僕の記憶ではね、ルドマンというやつがね、
デブがいて、その金持ちのね、自分の幼馴染の金髪の、あの女か、それとも、青色の髪した、あいつか、それともデボラか。ね。この三択で私もですね、迷って、で、デボラにしました。うん。今ね、ドラゴンクエストウォークでもね、花嫁三人選べるけど、やっぱりデボラにしました。はい。ね。ね。フローラとかはね、ちょっとあんまりあれなんで、うん。デボラっていう女にしました。見てください。はい。次。ね。第12位。第12位はですね、こちら。もうサクサクいくからね、今回。うん。え？デボラは DS 版？うん。次、サクサクいく。第12位。13トン、次は12位です。第12位は、あ！これですね。うん。これ被っちゃったな。ごめんなさい。ちょっと被っちゃった。12位はちょっと飛ばします。ドラクエ3の BGM と被っちゃったんで、2つだ、ダブっちゃったから、ダブルブッキングしちゃったから、第11位に行きます。第11位。あ、これが選ばれたか。これです。第10位。聞いてください。どうぞ。というわけで、ラーミアの BGM が選ばれました。これめちゃくちゃ良かったよね。ドラゴンクエスト3で、ネタバレじゃないからな、オーブを7つ集めるとドラゴンボールみたいに、そうするとですね、双子のね、姉妹のところに行って、そこでラーミアっていうね、でっかい鳥が復活するんですよ。ラーミアに乗り込んでね、魔王の城に行く。この BGM で、しかもラーミアは岩とか山とか自由にね、行き放題。当時ね、いや、すごいなと思ったの。ね。というわけでね、12位でした。おい！ついてきてるか、うちの放送に。まさか俺だけ一人突っ走ってリスナーが置いてきぼりとかじゃないだろうな。この瞬間に。なあ。ついてこいよ、まだまだ。まだまだついてきてもらうからな。ね。次。第10、ね。15、14、13、12、11。第10位。あ、こっからベスト10に入ります。今のはね、ほんと予選みたいな、次10位から。こっからね、結構面白くなりますよ。第10位。あ、これですね。第10位ね、杉山浩一が作った名曲。こちら選ばれました。どうぞ。もうこれだけで聞いて分かった人は天才。これね、意外とね、これみんな知らないと思うけど、これ作曲家が杉山浩一なんですよ。で、杉山浩一で名古屋明だとかね、ね、いろんな人がですね、関わってる名作のね、あれなんで、僕は見たことありませんけど、はい、ね、僕は見たことありませんけど、お願いします。次、第9位。ああ！これは有名な歌ですよ。第9位。ね、杉山浩一が作った名曲。第9位。これが選ばれました。
かっこよくないこの歌。競馬をやってる人には分かるけど、本馬場入場の曲が選ばれました、ね、毎回ね、競馬のターフの時ね、ちなみに競馬のピー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 っていう歌も杉山が作りました、うん、光一先生が作りました、うん、次第7位、こちらが選ばれました。ちょっと待って待っててって、俺がやりたいことやってる。みんな知らないんでしょ、杉山浩一で偉大なる音楽家ですよ。そこら辺のね、変なね、 YouTuber が歌ってるようなね、歌と全然違うから、レベルが、うん、あ、これ金稼げないんです。ちなみに言うと今回の方は栗翔が全部剥奪されるんで。次、あ、これが選ばれました。次は第1,2,3,4,5,6,7、第8位はこちらが選ばれました。どうぞ。というわけで、甘い色の髪の乙女、島谷瞳の歌が選ばれました。これもそうですよ。これも意外とですね、みんな知らんと思うけどね、作曲家が杉浩だからね、杉山浩一って書いてあるでしょ。これグループサウンズ全盛の昭和40年代の名曲を島谷瞳さんがカバーして、ほら杉山浩一書いてあるの。甘い色の髪の乙女、というわけで杉山浩一がですね、作った名曲ね、甘い色のなんとかの乙女が選ばれました。はい、ね、え、カバーで編曲って知らんわそんなもん。作曲家って言うね、ウィキペディアに書いてあったからしょうがねえじゃん、ウィキペディアに、うん、ね、というわけでね、ね、第6位いきます。もうサクサクいくから、うん、田中、島谷ひとみで田中ひとみが歌うわけねえろ、ほんだったら。じゃあ次いきます。第6位、こちらの歌はね、選ばれました。あ、これは有名、これ有名ですよ。どうぞ。第6位はドラゴンクエスト2ね、ラスボス指導の BGM が選ばれました。当時ね、この指導がめちゃくちゃ強くてさ、その前にベリアル、ね、アトラス、ね、そしてパズズ、その3匹の魔物のね、3ボス倒して後にもヘロヘロになってハーゴン倒してやったクリアと思った後にドンドンドンボー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 ズゴーンつって言ってこの指導が出てくるの。で、この指導はね、ベホマ使うんだよ。ラスボスでベホマを使った最後のキャラクターがこいつなんですよ。で、こいつに聞くのはね、スクルトとルカナンとマヌーサ、これをね、繰り返してやると勝て、ギリギリ勝てますんで、ぜひお試しください。はい、ね、はい、じゃあね、次、3,4,5、第6位いきますよ。第6位いきます。第6位はこれか、これが選ばれちゃったよ。ね、第6位はこれです。ドラクエ2のエンディングソング。牧野アンナさんが歌う From YouTube、 あ、じゃあ、ラブソングを探してでしたね。牧野アンナさんが歌うね、ラブソングを探してという歌が選ばれました。知ってる？これ
これはね、どんな歌かというと、昔僕がさ、口で歌ってた。ピピ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 そういった本当にあるんで、そのドラクエ2の復活の呪文の時に一文字でも間違えると全部ね、復活の呪文がなくなってしまうね。当時の小学生は、俺も書いてたもん、ずっとメモ帳にノートで一文字36の文字ビーってね。でも字が汚すぎてもう間違えたけど、それでもね、何度もやり直してやったね。復活の呪文の歌でございました。知らないで、今セーブ一つで次に行けるけど、当時は復活の呪文つって言って、呪文をね、ね、ね、幽帝宮を君子堀井地上に尽くすドラゴクエストだよとかね、ペペペペペだとか、わやそせのなんとかかんとかというね、呪文が流行ったんですよ。なあ。あと、やーさん、ややむいて知らんだろ、今の小中学生、高校生は。ね、メダルのコーナーで、838861っていうね、数字を入れると、3万枚ぐらいメダルがもらえて、そこでね、グングリムの、ね、無知とかもらえたんですよ。はい。マニアックな情報でした。次。第5位。これです。大の大冒険エンディングの歌が選ばれました。これも名曲だよな、本当に。大の、知らないの、大の大冒険を。嘘でしょ。大の大冒険知らん人がいるとは思わんかったわ。じゃあマームとかポップとかアバン先生のアバンストラッシュとか知らないの？ねえ、ラナルータっていう呪文を使ってさ、ね、ポップがヒュンダイと戦う時にラナルータって言って手を挙げて、体が動いてる時に、ダイがね、名作で、ダイが勇者しか使えない呪文のライディーンってビリビリボキャーっていうやつ、漫画のあのシーン知らないの？ねえ、ダイの大冒険、名作のアニメなんで、軽いエロ漫画になってたけど、後半は。ぜひ見てください。ね、あ、ヒュンケルでした。すいません。第4位いきます。第4位はですね、ついにあと4回で終わっちゃうね、この杉山浩一先生、見てますか？この久保田、ね、杉山先生のですね、歌をですね、こんなに、ね、浸水しておりますんで、ね、ぜひね、天国で見てください。第4位はこちらの歌が選ばれました。第4位、ドラゴンクエスト2フィールド曲、遥かなる旅路ね、この歌が選ばれました。ドラゴンクエストのね、2のですね、俺ドラクエ2が一番好きなゲームなんだよね、ファミコンソフトの中で。その中でのですね、フィールドソングね、遥かなるね、ね、この歌が選びられました。ね、いやー、旅路ですね、旅路の歌が選ばれるね。最初お城から出た瞬間に孤独感と寂しさと侘しさが一気に詰まったね、おむすびのようにした歌ですよ。それがこちらのね、この歌。すごい、なんかこのピー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 っていう、このね、
64ビットの、ね、歌が本当に染みる心に、うん、なんか悲しくなってきた俺、ね、この歌聴いてると、ね、次第3位ちょっと元気な歌に行きましょう。しんみりしたところで杉山先生はですね、こんなしんみりした歌じゃなくてもっとこういった歌も作れるんですよ。その歌がこちらです。聴いてください。第3位こちらが選ばれました。愛の大冒険オープニングが選ばれました。知らないの？大の大冒険のオープニングを。1991年のアニメだよ。1991年のアニメ。教えてやるよ。じゃあ、ね、これがダイ、これがマーム、ね、マームでポップ、これゴメちゃん、わかった？ね、わかった。ダイ、ポップ、ね、マーム、ゴメちゃんで、マームはね、銃を使ってピョンって飛ばしてホイミンになったりキアリになったりするので、こいつはね、最初からね、ベギラマとかね、ヒャダルコとか使う、ヒャダインとか使えるので、こいつね、戦士、わかった？ああ、そういうアニメだから見て、おもろいから、ね、うん、よろしくね、はい、おもろいアニメだから。次第2位これです。あ、これもうね、第2位これみんなが予想した通り、こちらです。どうぞ。いいでしょ。やっぱね、ドラクエ4のですね、ファミコン版のこの音楽にはかなわないよ。戦闘音楽で言うならばこれが一番かっこよくない？トゥ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 ってやつね。いい歌だよなこれ。な。というわけで、杉山先生、私ね、本当に杉山浩一先生という偉大なね、作曲家がいなくなって本当に寂しいんですよ。わかりますか、うん、第1位いっちゃいますよ。第1位ね、杉山浩一先生が作ったね、名曲ランキング第1位はこれが選ばれました。
途中で何がいいかって、キュープルルプルルって言って、ちょっと、プルルプルルって、ちょっとさ、この、ちょっと行く、ピュン、ピクピクってなった後に、ピューってなって、またピクピクってなる、あの、BGM。もう一回聞こうか、これ。かっこいいから。プルプルルっていう。ここ。毎回ここがね、あ、すげえなと思ったもん。うん。なんでここ、あの、ピポピ、ピポピっていうやつを作ろうかなと思ったところがね、やっぱり天才がね、発想するところだよ。はい。やっぱりゾーマのね、戦闘シーンが一番良かった。あ、ドラクエ9とか10とか11とかは、ごめんなさい。もう、あれゲームじゃ、ちょっと言い過ぎかもしれんけど、俺の中では、違うの。もう、ベギラゴンまででいいんだよ。それ以上の強い呪文なんかいらんわ。ミナデインとか。ねえ。なんか呪文っていうか、なんか技できたじゃん。なんか、あれがもう嫌で嫌でさ。いらんくない？ああいうのって。呪文とかでいい、呪文でいいんだよ。ベギラゴンとか、メラとか、メラゾーマとか。ねえ、ルカニとか。俺、ドラクエの呪文全部100個いるから。ちなみに言うと。黙れ、スカトロルキングって誰がスカトロルキングこいつ誰今。俺のことスカトロルキングって書いたやつ誰こいつ、やめてほしいんだけど、そういう悪口から。ね。そう、なんか、もうだからね、ごめん、俺ドラクエのね、最後のその、あの、あれ、途中でやってないんだよ、実は。あの、ドラゴンクエストの、俺ね、結構クリアしたんだけど、いろんなシリーズ。最後のドラクエはなんかあの、赤ずきんちゃんみたいなやつが出てくるやつ。あれやってクリアしてない。途中で諦めた。犬が出てくるところで諦めた。なんか犬がさ、スライム倒したら犬が出てくるとあたりで分かんなくなっちゃって。目回らんの、だってさ、その、ビーン、ピピピンって言ったら、その、十字キーで4つぐらいに行くのは分かるけど、なんかフィールドをこうやって走り回って、自分がどこにいるか分かんないタイプのやつ。バイオハザードみたいな走り方して。あれがね、ちょっとね、僕らゲーマーとしては、あれが許せないんだよね。ちょっとリアルすぎて。わかるでしょ、みんなも。ああいうさ、ゲームボーイ版みたいなさ、ああいうなんか4方向にね、上、下、左、右っていう風だったらわかるけど、なんか斜めに走ったりジャンプまでしちゃってさ、ジャンプしかも意味がないじゃん。ねえ。ジャンプとかしちゃったらもうわかんないよ、あれは。ね、だから11クリアできんかった。ごめんなさい。そんな中でですね、私、ゲームね、これ。これ新作ゲーム。これジャッジメントの合図、ジャッジメント死神の遺言ってやつ、これまだ封開けてません、俺ハマるとこれ多分抜けれなくなるから、これ R さんがなんかくれました、なんか、タンプレで。誰だよこれ。あ、電話は出ません。よいしょ。もらった、もらいも。まあでも俺ゲームやると抜けれなくなるからな。おもろいね、これ。まだクリアしないからさ。やってみるよ。配信会でね。俺は配信中ではやらんよ。配信中にやるとね、俺下手く、僕ね、ゲーム実況者って、本当にすごいなと思ってんのね。だって、ゲームしながら実況するんだよ。できないもん、だって。ゲームしたら普通黙り込むじゃん。じーっと黙ってゲームやるのが普通なのにさ。ねえ、だからちょっと、ゲーム実況ってのはね、本当あれは才能だと思うよ。彼らがすごい理由もわかるもん。ゲームしながらなんかで喋れんもん、普通は。な。お前に杉山浩一の何がわかる？あ、何言ってんの？杉山浩一先生はね、アニメソング作ったり、ザ・タイガーズの歌を作ったり、あとさ、声優さんの日高のり子にもね、歌を提供してるとかさ、ほんとマルチだよね。ただね、ウィキペディアで見たけど、政治家の歌まで作ってんだってね、松原仁。ジンジンジン、松原ジンっていう歌まで提供したりしてさ、あと、献金もしてたみたい。ね。なんか、ね、そういった、ちょっと政治の教科、新しい教科書を作る、うんぬんかんぬんのあれにも入ってるみたいだし。ね、いろんな考えがあるんじゃないですか。ウィキペディアもちろん調べてますよ。はい。よいしょ。なんで G1 入れなかった？まあ、ね。それはまあ、僕のセンスだから。
以上。以上です。ちょっとね、今回ちょっとアダルト向けの放送だったんで、ちょっとまあその若いね、若い世代の皆さんにとっては、ちんぷんかんぷんで、何のことか分からなかったことは、ね、謝罪いたします。うん、初見です。うん？ちょっと見れんかった。立花のジャッジメントどうなった？何？あ、立花さんの今日の裁判？なんか、ね、みんなで入り口待ってたけど先に帰っちゃったしな。まあでも、立花さんの裁判は、まあ僕は行ってきたよ。ただもうね、おそらく執行猶予がつくんじゃないのかっていう話だけどね、今回は。ね、と思いますよ。便乗く、あのさ、どこが便乗してんだ今日の放送が。ね、今日の放送が便乗に見えるんだったら、ちょっと考えなきゃいけなくなるよ、暗黒放送も。ね、俺は、ね、毎日毎日これやってたら確かに便乗だわ。でも今回は杉山浩二先生っていうね、偉大な作曲家がね、90歳っていうね、お亡くなりになったから、それを忍んで僕がやりたいことやっただけじゃん。ね、そんだけ。それは面白いわけないじゃん。じゃあ、人の死を忍んで、面白いわけないじゃん。今回はこういう放送もあるんだよ、たまには。たまにはこういう放送もあるんだよ。うちの放送だって。毎日ね、ワンヒットワンエラーじゃ済まさないよ。たまにはこういうね、しんみりしたね、センチメンタルバージョンの放送だってあるんだから。センチメンタルバージョンの放送だってあるんだよ、暗黒放送も。で、愉快痛快な放送だけじゃなくて、センチメンタルな、な、こういう、人を忍んだ放送もすることあるよ。だから今日は許してよ、たまには。ね、たまには休憩もいるんだよ、戦士には。ね、ずっと歩き続けてもね、休憩がいるんだから。ただもうね、今回はこれで BGM ソングやったんで、このぐらいにとどめときますよ。立花さんの面会って来い。いや、捕まらんたら行くけど、捕まらないでしょ。絶対執行猶予だもん、あんなもん。絶対執行猶予。聞いてみようか、じゃあ。ちょっと、立花さんに電話してみる？じゃあ、今日お疲れ様でした、つって言って。聞いてみる？いいよ。立花さん。俺今日一番前の席にいたから座ってたんだよ。俺の隣に誰も座ってくれんかったけどさ。忙しいかな。ヘズマリの応援行ってるかもしれんな。もしもし。あ、すいません、お忙しいところ。今、お電話忙しかったらちょっと後でかけ直しますけど、大丈夫ですか？どうぞ。はい。いや、ちょっと今、今日お疲れ様でした、なんか裁判の。はい、どうも。はいはい。はい。まあちょっとリスナーさんからまた聞いてくれていて、まあ、N国のリスナーさんがいるんですけど、今回結局、どういう裁判の結果がなるかっていう、ちょっと教えてほしいって。どういう裁判？だから、脅迫と、威力業務妨害と、あと、不正競争防止法違反の3つの罪の裁判。はい、で、2年6ヶ月で罰金30万でしたけど、まあ、意外に軽かったな。いや、軽すぎますよね。僕も驚きましたもん。だって、ホリエモンと一緒ですもんね。なんか、いわば。まあまあ、そういう意味ではそうやけどな。ホリエさんの時とまたちょっと量刑どうだろう。あのことってあんまり2年半とかって実刑って感じやねんけど、実刑とも書いてないのよね。でも、なんか、意外と今日僕見てたんですけど、堂々としてて、立花さん全然へこた。堂々と全然楽しかったよ。楽しかった？いや、だって俺が起訴するようにってお願いしたいんやから、やっと起訴したからね、もうやっぱりその、なんていうのかな、なんでこんなことしてるのかを知ってもらうためにやってるわけやから。ああ、治るために、はいはいはい。そうですよね。治るために、でも結局はそのね、誰も
見てもらえないのが一番困るわけで。そうですよね、うん、だからなぜこんなことをしたのかっていうのを、うん、そのまあ多くの人に知ってもらわなきゃいけない。もちろん多くの人に知ってもらえないにしても、少なくとも裁判官や検事さんとかを調べた人はみんな立花の人生について調べるわけだから、それはそれですごい良かったと思うし、まあ、警察側も NHK のことだいぶと分かったんじゃない、うん、そうですね、みんなに知り渡りましたよ、うん、今回。そうそうそう、だからそれはもう仕方ないね、うん、俺たち政治家っていうのは、はい、活動したら、うん、その当然相手は巨大な勢力とかそういうところやから、うん、こういうことになるのはもう当然分かった上でやってるから、うん、いや本当それか見て今日もだって朝から40人ぐらい並んでたんですよ。だからそれで、うん、やっぱりすごい、やっぱり知名度の力を思いさらされました。まあまあな、うん、まあまあ、まあ40人ぐらいで普通もっと来ても良さそうなもんやけど、なんか狭すぎた、どうせ行っても抽選受けれないっていうのがあるんやろうしな、まあまあ、あまり大々的に、はい、見てほしい人ができるだけ見れるようにあまり、うん、日を告知はしなかったけどね。そうですね、でもおかげでこれでトースパさんも取り上げてくれたし、全然知ってくれたと思いますよ。いやちょっとごめんなさい、元気ないかなと思ってちょっと電話かけちゃいました。ああ全然そうです、もうむしろ全然もう元気やで、元気も全然だから、うん、やっぱりな、こう誰からも相手されないとこ方がよっぽどしんどいね。確かに、うん、ああそれはもう全然ね、こういう状況で、まあ、2年6ヶ月で別に執行猶予ついたら全くそういう意味じゃ罰ないに等しいからな。そうですね、うん、まあ、うん、ちょっとまあ、いやもうそれよりも NHK のことを本当に真剣になやってて、もう本当ゴールが見えてきてると俺は思ってんだけどね。ああはいはい、ゴール確かに近い感じがする、ね、もうだって NHK 側としたらもうこれ以上のもうあの弁護士の72条違反も多分ほんまにもうアウトやと思うで。そうです、あれはもう負けようがないですもんね、あれはどう見ても。そう、もうそれはもうそうやと思う、うん、今日だから言った通り、うん、NHK が受信権の設置料をごまかしてる時点で、うん、もうあの時点で法律違反やから。そうですよね、うん、もうあれはもう未だにやってるいうことは、もう今からでもこれでも証拠取れるし、うん、結局うちのシールで逃げるのはあの録音取られたくないから。そうですね、証拠側になっちゃいますからね、それは、ね、今からでいいですっていうようなことが、うん、まずいっていうことを NHK が分かってるから、録音されたらまずいから撃退シールで逃げるっていうこと。ああさすがですね、そりゃそう、うん、今確かにそうですよね、うん、でだから NHK の収入が220億も年間で減ってるわけだから、すごいですよね、220億円って。220億円減ってるっていうことは、うん、国民が220億円、まあ、得してるとか払う額が減ってるいうことや。ああ、集金が来なくなったことにですね。うん、で我々の議員報酬とか入れたって2億3億の話やから、うん、そうですね、俺たちの活躍で100倍ぐらいの価値を生み出してるわけ。いやこれも立花党首の力とね、行動力で。本当もう それ以外に何もでもないから。そうですね、うん、もうだって NHK の被害で最近聞かへんなってるやろ、そのもうなかなか耐えらないとか大声出したとかっていうのも、はい、全然聞かなくなりましたね我々、うん、悪質なのがなくなってんのよね、はい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 、で結局その悪質なものがなくなると、うん、もう結局は払ってくれる人がいなくなるわけよ、うん、そうですね、うん、それはあります。長い目で見てちゃんと納得して喜んで払ってもらってるのお金はしばらく続くのよ、うん、はい、そこが無理やり払わしてるお金なんて、もうそもそもがもう信頼関係っていうのはないから、うん、あこんな払わなくていいやと思い出したら、脅すことがなくなったら入ってこえへんねん。向こうも切るカードなくなりましたね、そうしたら、うん、あいやだってこれからだって毎年収入下がっていくで、はあ、収入もですね、収入増える、 NHK 人が収入増える要素って何一つないからな、うん、そうなりますよね。あの最高裁判決でもう究極にむちゃくちゃ儲けたわけよね、うん、まあ、契約が伸びて、うん、あの最高裁の判決が出て怖がってみんな遡らなきゃいけないみたいになって、怖がってみんな契約したから一気に増えてしまったから、はいはいはい、あれで増えたことによってあそこからもう落ちるしかないよね。ああもうあとはそうですね、もうてっぺんまで行ってきましたからね一回、うん、そうあれでだから増えたから、うん、もうあこまでは戻せるやろってなるから、はい、それはまあもうどんどん下がっていくしかもないから、それでそういう脅しが使えなくなってるから、はい、なるほど、うん、いやごめんなさい、ちょっと夜分遅くにかけてしまって、ちょっと、まあ大丈夫で、もう全然、まあ元気というか、まあ全然元気は元気だけどな、はい、普通に犬と遊んどったり、あごめんなさい、犬と遊んでた、すみませんでした、はい、またごめんなさい、じゃあちょっとまたはいはい、お疲れ様でした。
すいませんでした。当初ね、こんな時間に気軽に電話しちゃって、すいませんでした。国政コートの代表だからな、みんな。コートの代表だぞ、立花隆投手ってのは。な、日本に6つしかないコートの代表なの。それをさ、ね、今日の検察官が、ね、ただの YouTuber のクレーマーみたいなこと言ってたからね、今日。検察官がね、なんとね、立花さんのことを再生稼ぎたいための YouTuber のクレーマーとかいう言い方してたんだよ。俺、その言葉しっかり聞いたもん。ほんとさ、いや、マジでね、ね、違うからね、そういうんだよ。だって、立花さん、今、収入入ってこないんだよ、YouTube いくら再生あろうがなかろうが。再生がいくらね、200万再生あっても、収入止められちゃってんだよ。YouTube 側からバンされて。うん、だから0円だね。ま、最高で2000万円あったの、2200万か。最高で2200万月にあったのが、一気に0円になっちゃって、ね、大変なんだよ。立花さん、服役しないよ、絶対に。俺はお世話になってるからね。お世話になってるからさ、ちゃんと。な、俺はお世話になった人にはちゃんとね、恩義には恩義で返す。当たり前だからな、これは。日本人として当たり前のことなんだよ。恩義には恩義で返す。ね。俺は恩義を受けたから、恩義には恩義。ね。返す。初見です。右京地さんみたいにつまらないですね。マシだわ、佐賀の放送より。なあ、ゲームボーイの佐賀放送でね、ボスクリアするよりマシだわ。ちまちまと。うちの放送に書くな。ね、終わるか。でも俺は人を裏切らないでしょ。僕ってさ、意外とさ、律儀じゃん。絶対人を裏切らないよ。な、そんがり裏切られた時は俺は怒るよ、本気で。5倍返しするからな。わかってます、伊藤くん。ね、5万円貸した伊藤くん、いつになったら返してくれるんですか。その素振りありますよ、リスナーさん。あいつ働いてるんだろうな、もちろん。俺伊藤っていう配信者にね、福島伊藤っていう配信者に5万円貸したの。生活費で命もう食ってけませんって言うから。んで、今年中に返すって言ってんだけど、働いくっつったのね。それの間で働いてんのか、あいつ。な、いや、1円も返してないよ。でも年末までとは言ってるからさ、一応は。うん、伊藤って魚なわけ。いや、いや、絶対返すよ、俺、それは。うん、返さないとか、ギター弾いて遊んで関係ない。新しくギター買うとかさ、だいたい金のなくなるやつの共通点っていうのは、金がないのに背伸びして高いものとか、自分に不必要なものを買いたがるんだよ。切れたナイフ君もそうじゃん。背丈に合わない、金がないのに、なんかね、靴買ったり、高い8枚もする服とか買ったりしてさ。うん、いや、返さなければネタになるか、そういう問題じゃないから。うん、ね。いや、絶対返す。お金に関しては俺はきっちりね、耳をそれてやってもらうの気になるから。トゥクトゥク耳今ありません。修理工場に持ってっちゃったんで、トゥクトゥクはありません。トゥクトゥクの方すいません。うん、あ、ナイフね、今ね、そうだそうだ。もう今ちょっとね、もう、なんかお母さんから今日も来てたっけ。だから俺が医者の先生みたいにお母さんがちくち報告してくるんだよ。うちのナイフが大変なのよっつって。うん、でもだから、これ火曜日の情報、これまたね、これまた、大変、ね。酸素の数値が低いですって言って。ねえ。昨日と同じです。本人の思い通りにはいかないです。はい。って言ってね。俺先生じゃないんだからさ。ねえ。酸素の数値が低いとか高いとか分かんないんですよ。うん、でも一応ね、安静にしてくださいって言ったら、はいって言って、素直に返事してくれたから。うん。ああ、いや、いいよいいよ、もう。ねえ。さっきから同じことを連投してるやついるから、ちょっと一匹 NG ぶっ込んでいい？すいません、うちの放送ね、連投 NG なんだ。ね、ちょっとごめんなさい。うちの放送連投してるバカは NG なので、ちょっとごめんなさい。連投、
ごめんなさい、ちょっと連投 NG しますね。どこ行ったこいつ。もうね、ニコニコって連投 NG。 あ、こいつか。ちょっと待ってね。あれ、ちょっと待って、もうコメント他ちょっと上行っちゃうからやめて。上に行っちゃう。へ、よいしょ、こいつ、こいつ、こいつ、よいしょ、ぶっこんだ、入った、こいつ、よいしょ、ちょコメントがこれ N やり、マジでね、パソコンで NG 入れようとするとね、逃げるんだよ。いやいや、書いたら書いたら俺 NG ぶっ込むから、レッドカード一発で。こいつどこ行った、入れたかな、入ったかな、多分入ったでしょ。うん、なんか青色文字で連投したらバカ言ったから、そういうやつは、じゃあしゃあないじゃん。あのね、NG 入れたくない。俺入れるときは入れるって言うから、こっそり黙って、ポポンポンのポンって入れたりしないんだ。あ、まだいるわ、こいつ。ちょっと待って。すいませんね、もう。別の人間 NG 入れちゃったかな、さっきもしかして。大丈夫かな、うん、これで多分は、うん、多分入った。すいません。いや、警告してもね、なんか聞いて、俺、書いてあるじゃん、だって、ここのお知らせの下に。ね。リスナーのコメント連投禁止、あとは自由に書き込んでも NG 入れない、暗黒ルール5つを守れて書いてあるでしょ。入れたくない俺だって本当は。でもさ、しつこくしつこくね、悪意ある連投されたらさ、良質なコメントが逃げるじゃん。せっかくリスナーさんが一つ一つ書いてくれてるコメントが逃げるんだよ。ね、ただ俺の放送がつまらんとかくだらんとか、そんなんで入れたこと一回もないからね。ちなみに言うと。連投以外俺入れたくないんだから。連投行為以外は。ね、せっかく見て、その人も見てくれてるんだからさ、うん、ね、入れたくないの本当は。全然連投以外俺何書いてもいいよ。俺のことを好きなように書いていい、構わんよ。俺も好きなこと言ってるんだから、お互い様じゃん。好きなこと言ってる人間が自分だけね、あれ言うなこれ言うなってのはおかしい話なんだから、だからそれは言ってんの。だでも僕連投じゃなくて同じことを繰り返してループして喋ってないでしょ。ね、同じことをループしてずっと喋らないじゃん。だから連投もループなの、無駄なループなの。ほんでコメントが逃げるの。な？やめてほしいのだから。うん。以上。生活保護ギャンブル YouTuber 誰そいつ、うん、知らない。いいよ。あとは自由に書いてか、怒らんから。ね。あの、単独の悪口だったら俺怒らないから、絶対に。ね。単独の悪口ぐらいだったら、ね。ありがとうね。ね。立花さんも言ってたじゃん。アンチになるのはいいけど、無視されるのが辛いって、それと一緒だよ。ありがとうございます。うん。本題終わったよ。本題。ぶったたかれて終わった。なんか、思ったより不評だったね。そんなに杉山浩二先生の曲って、良くないんかな。俺は好きなんだけどな。なんか、リスナーさんの世代と合わんかった。俺は杉山浩二先生の曲ね、ドラクエのファミコンバージョンは好きだったから。うん。すいません。ニートウォーキングいつやろうかな。まあ、ニートウォーキングの前にちょっと体力企画がね、あの体力企画プラス衆議院選が始まってね、どうやら俺もいろいろとね、あの行ったりしなきゃいけないんで、ポス張りとかいろいろと手伝いに。衆議院選がもうすぐ始まるからさ、日本のね。うん。だから。今は連投ないからいいよ。お許しします。ニートウォーキング、年末かな、やるとしたら。年末でいい？やるんだったら。もう緊急事態宣言も明けたから、年末の大晦日の31日と元旦に向けて、やろっかなって考えてます。その代わり出演者はニートだけ。ニート以外は参加できません。働いてる人とか、ね。あと、こじきもさ、うちのニートウォーキングすごい厳しいよ。ね、ちなみにこれが前回のね、ニートウォーキングの内容。ね、食べ物禁止、受信料プレ、受信料プレゼント禁止、雨天決行、車移動ワープ禁止、休憩は60分につき 5分だけ、終わったら、ね、みんなでね、飯食ったりしてオフ会禁止、すべて自腹、慣れ合ったり禁止、24時間やりきることとかね。すごい厳しいルールでやってました。うん。ね、はい、食べ物は許可しますよ。当然食べ物はごめんなさい。あれ、あの食べ物はもちろん OK です、うん、チャリンコ？いや練習せんでも俺力あるから、うん、ちゃんと本気でやるよもちろん。
年末でも、いや、コロナってもうだって200人くらいでしょ、今、都内も。もう減り、ま、減りすぎちゃって逆にインフルエンザが増えるって言われてるみたいですけどね。もうコロナもだいぶね、落ち着いたっていう兆しを感じてますが、もうこれでぶり返しはないと思いますけどね。よっぽどじゃないと。うん。参加費とか取らないよ。乞食じゃないんだから。ワクチン今探してる、うん。予約する場所探してます。でも俺は打ちますよ。スケボーキーズいませんでした。うん。ピョコタンニートじゃないですよ。うん。地震です。地震です。地震です。なにこれ、ちょっと落ち着いて、落ち着いて、ちょっとみんなもちょっと落ち着いて、落ち着いて、これでかいでかいでかい、落ち着いて、かなりで揺れてる、びっくりした、心臓止まるかと思った、俺、はあ、びっくりした、やめてほしい、これも本当に。いや、本当にね、このね、地震で、あ、千葉県で発生。千葉県の人だ、千葉の人誰だ、これ。ちょっと待って、緊急速報、千葉県で、なんでわかんの、千葉県で発生って、これ。千葉県のどこ？千葉県で今大地震が発生したらしいです。だから、佐田さんとか村なんとかさんとか大丈夫ですか？森吉幸、よさんところもだよな。ちくらか、うん。千葉県北西部、震度5。え？場所どこ？いや、すっげえ揺れたよ、今。俺は本当に今焦った。いやー、めちゃくちゃ心臓が止まるかと思った。もう本当泣きそうになっちゃったもん。本当に怖いんだけど。あのさ、この音も嫌じゃない？地震ですって言って、だから本当に緊急、これ、やめて、この BBB とかさ。いや、もう震度さ、いくつだったの結局。いや、びっくりしたよ、ね。東京の関東の人多分一番びっくりしたんじゃないの、特にマンションの人とか。わざとそうだよ。わざと BBB とかさ、いらんくない、はっきり言って。これ切りたいんだけど、この緊急速報っていうやつ。いる人は入れてもいいけどさ、逆にこれが心臓に悪い、これのせいで心臓止まったっていう人がいたらどうすんの、ショックで。BBB 地震です。BBB 地震ですとかさ。いや、逆にびっくりしたんだけど。鳥肌立つよね、これ怖いじゃん、本当に深夜にこんな音楽で。これオフにできないの、これ。あ、震度5弱か。はぁ。鳴るときは5以上。東京で、うん、東京久々じゃない？ 5 以上が来たなんて。うん、この立川に来て BBB ってなったのか、2、3回しかないから。いや、俺急にああいうショック受けるとね、心臓が弱いからさ、佐田さんが特に心臓手術したばっかりだから、佐田さん大丈夫か？佐田さん、あんた心臓手術したばっかりで、急激な運動とか走ったりさ、呼吸がびっくりすると、止まっちゃうからさ、大丈夫？うん。佐田さん。つか終わるわ、もう。ちょっと心配になってきた。ちょっと、わーわー言うとります。